なるほど。今日奈良からぶっ飛んできました。私実は東大阪はね、その長田のとこに住んでたんで、その頃は政治のことも全然分からず、まあ、選挙は行ってましたけど入れるとこなかったんやけど、ね、東大あれから奈良に行きましてですね、10年経ちましたが、広い状態です日本は。皆さんも気づいてると思いますけど、このまま行くとほんまにうちの息子のね、結婚して孫、このままでは多分日本なくなりますよ皆さん。はい、僕も吉本興業を見ながら、もうはっきり言いますけど、もう辞めるつもりですから、もう維新とか言ってるやからいやそんなしてる場合ちゃうねんいう話で、自分の仕事もまあ大変ですけどね。ただやっぱりまあここに出ます吉井の話じゃないけど、大和魂がある人間なんやなって自分でも思います。結局は自分のため、今だけ自分だけお金だけというここでも言ってますけどね、それだけではね死なれへんよ。で今健康のことやってますけど、皆さん死ぬのは死ぬんです絶対。で死ぬ前に皆さん言ってください、自分には嘘つかれへんからね。そうで子供にも嘘つかれへん、身内には。だからその意味でやっぱり今やっとかなあかんと思ってるのにほんまに思ってますので、皆さんもぜひともですね、協力していただきたいと思いますし、ここに書きますね、吉村ね、この吉村いいけどね、まあまあ吉村大輝をね、とりあえずね被害者の方に入れてほしいんです。で入れていただかないと僕らも動けない。僕らもね、いろんなことがあって、参政党というのはほんま党員の皆さんの意見がいっぱいあってね、それを市政とかに入れていくには彼が通らんことには無理なんですよ。もうはっきり言います、トップ当選とかせんでええねん。トップ当選とか無理や、このまだ若いしね、まあ彼もほどいしね、走ってるね、はい、大丈夫だね。OK ね。こんなもんようあんねんけどね。で本当にね、ほんまに島民の方が、このオレンジの T シャツ着てる方も皆さんね、ボランティアですよ。もうほんまに涙が出るぐらい、もうほんまに頑張ってらっしゃいます。それは、日本はこのままではあかんって、ほんまに思ってるんですって。僕も思ってますって。だけど、それを表のだけでは動かない。まあ本当にね、皆さんね、本当に彼を東大阪の中に入れてもらってですね、で島民の皆さんの意見を、僕らの意見もそう、吉井の意見もそう、金谷さんの意見もそう、皆さんの意見を僕らが彼を通し入れるし、で彼の言ってることも僕らも国行ったら国のも言えるしということで、とりあえずね、皆さんの一票で東大阪の中に入れてもらうと変わりませんね。変わるためにはやっぱり入ってもらわなきゃ。トップ当選無理でもええねん、30何位なんでもええ、もう3秒差でも4秒差でもいいんです。とりあえずね、皆さんの力で入っていただくということが一番大事だと思ってます。で私も、まあ、食事のことやってますけど、皆さんが健康になれるようにですね、彼が入ったら彼のところでまた話しますし、花園のところにもうちのお弟子さんの佐藤哲平のものと、そこに彼も行ってくれて、痛い足痛いって言ってましたけど、それから元気になってますね。今も元気ですから、健康のことを守りますから、必ずですね、皆さんが言っていただけるようにしていただきたいと本当に心の中で思ってます。ほんでこれね、私も昨日読ませていただきましたけど、吉見の書いた本ね、この間もですね、私も吉見をちょっと応援してまして、何回か行ける時行きましたけど、まあ大阪はね、残念ながら今変に維新ブームでございまして、ほんで維新に代わってええことあるかって一切ないやろ。みんなこれ気に付かなかんねん、身を切る改革で、いやどこの身を切ってんのっていう話、ほんまにそれね、大阪の人はね変わんの好きで、まあええねんけど、大阪の人は僕ね、正味の話ね、大阪からでないと変えられないと思ってるんです日本は。はい、で何したいか言ったらね、僕はまあいろんなこと言うと思ってるんですけど、結局ね、まあ先も言いました、健康のことやってますから、まあ医者の方ともいろいろお話してますけど、皆さんね、日本のええとこはね、ええとこでも悪いとこで、国民健康保険っていうのがあるんですけど、みんなね、病院行ったらね、
もうおばちゃん連中はもう安いし、あの先生靴いっぱいもらえるからそれええ先生って言うてるけど、いやほんま初心どのくらいかかってるのかかそうですよ、ほんまに初心どのくらいかかってるのか、やっぱりね一番ちょっとかかってんねん。ほなら大阪の人がそれ見たら、それを書くようにしたら、いや先生そんなコンピューターばっかり見てんと、ちょっと見てえなって言えんのは大阪の人なんよ。こう東京の人言われへんねん、はっきり言うてあんまり言わないそういうことは。ただね大阪の人はそういうこと言えるんです。でその情報をちゃんと流したら、大阪から変わったら関西変わるし、ほならやっと東京の人も変わると思ってる。となると日本変わるんで、皆さんがねこのあのほんまに吉村と言えることが、日本を変える一つ目、まず一つ目はそれです。まず一つ目はそれ、それやって大阪から変わったら日本は必ず変わると思ってます。はい、僕もね吉林があのわざわざ大阪来てね、横浜の人ですよ。ほんでこの本文で大阪のこと俺よりもよく勉強してるよ、ね、なんで彼もどっから、まあ、次はどうなるかようわからんけども、大阪にはそういう皆さんがいる。で大阪から日本を変えれる、大阪から関西からしか帰れないと本当に思ってます。ほんで大調和できるのも日本人しかできないとほんまに思ってますから。僕もね本当ですよ、僕も吉本行ってほんまにあのもう30何年になりますけど、結局いい時に僕もレギュラーね12本の3本あった時はね、ええとこ行かしてもらって海外行って、その時言ったら大体飛行機で行かしてもらうんですよ。そこそこ頑張ってたからね、飛行機で行ってもうほんま向こうの国王とか泊まるようなホテル泊まって、そこでええもん食べて、うわすごいなーって、またええビジネスかなんかで帰ってきて日本着くでしょ。何思うかって、日本はやっぱりええなとほんまに思うんですって。参政党、海外に住んでる方が応援する人多いけど、なぜかって言ったらね、日本の良さを出たら分かります。僕らはちょっとしか出てない。ただ海外に関しては東南アジアはほとんど行きましたけど、どこの国よりも日本は素晴らしいです。ほんで日本人はやっぱり素晴らしい、人のことを思えるし優しさもあるし、おせっかいでいいんですって。関西もおせっかいはええねん。で道で誰かが坂でみかんこぼすやろ、ほなおばちゃんかなんないでひらんねん、ひらって渡すのが大阪人やで、そのうち2つ目の1個ちょうだいなら、それでええねん。その会話がいるん、その会話が、その会話を専用に専用にしてるのが、まあ僕らがまあ戦っていかなあかんアイデアやけども、日本の文化、関西の文化、大阪の文化、大阪の人は力がありますから、皆さん必ず必ず吉村大輝に皆さん一票よろしくお願いします。もうほんまにね今日奈良から来ましたけどね、もうねほんまあのチャンスやと思ってます今。だから東大阪でね、こんな小さな町というか東大阪の人が世界にあるようなロケット作ったらほんましてるんですよ、部品とか。それから僕らのご先祖さんっていうのは素晴らしい力を持った人、東大阪なんか特にそうやで。ここでね皆さんね、もう感謝の気持ちをするを表すには賛成ととりあえず入れて、そこから絶対やるからみんながね、党員の皆さんの力が一つになりますから、それを吉村君に入れて、そこからまた動きますから、動かす力は大阪人、東大阪には絶対あるから頑張りましょう皆さん。ね、若い方も気になったね、これ昔おった時はもっとねやったけど、ここまでなってんのもやっぱりね皆さん頑張ってるんですよ、先輩方が、お父さんお母さん方が。それを私たちはこのまま放っといて子供に入って渡せない、渡せられへんでしょね、今の日本の状況ください。この状況を変えるためにも皆さんにぜひとも頑張っていただいて、あとはまた吉林があのいろんなこと話してると思いますけども、とりあえずはですね、この後私も、もう一個あるんですね、どっか行きますけど、近いんで飛んできましたけど、とりあえず今日先も言ってください。あそこでやってんの、まだお、あの帰り行きましょうあ、俺が準備しないかあのとりあえずですね、皆さん早めに動いていただいて、なんであの、まあ、僕も俊介さんにも言われましたけどね、賛成と分かってる人と分かってない人は全然違いますね。僕も3割3分十分、それで一郎が天才と言われても4割打たれへんんだから、10人に言うて3割、3人の方が書いてくれたら皆さん天才ですから、
ね、自分だけ言うて人が聞いてくれへんって言うてそれで終わってたらゼロですから、ね、とりあえず伝えていきましょう、伝えていきましょう。だから参政党はこの本当にこの日本を変えて世界を変える第一歩やと思いますから、それに私たちが参加する、それが子どもたちに対しての愛情です、日本に対する愛情、それを東大阪から皆さん是非ともやっていただきたいと思います。